今回はうつ病が10年以上治らない、今回お受けしましたご質問はうつ病が10年以上治らないというご質問になります。答えとしましては、さまざまな原因により対策が変わる、慢性的になりやすい場合もとお答えします。うつ病を振り返りますと、これは落ち込みなどうつ症状が続く脳の不調です。脳内物質セロトニンの不足などが主な背景とされます。よく知られる落ち込み以外にもさまざまな症状が出ることがあります。うつ病の主な症状です。まずあるのは心の症状、落ち込みや不安や意欲の低下に加えて集中力などの低下が出ることもあります。続いては体の症状、食欲低下や疲れやすさのほか、吐き気、めまいなど各種の自律神経症状が出ることもあります。3つ目は行動の変化、人を避けたり声が小さくなるなど外から目立ちやすい変化です。うつ病の主な治療は3つあります。1つ目は休養、ストレスから離れて頭をしっかり休ませる治療です。働いている方ですとしばしば休職して休養に専念します。続いては薬物療法、主には抗うつ薬 SSRI を続けていきます。必要な時に補助薬、睡眠薬などを併用することがあります。3つ目は精神療法、うつ病においては主にはストレスへの対処法の見直しを行っていきます。必要な時に福祉の活用を含む場合があります。うつ病が長期間続く場合があるというところ、うつ病が長期間、例えば10年以上続く場合も時として見られるというところ、さまざまな治療法を試してもなかなか反応せず不調が続く場合があるというところです。その原因によって対策が変わってきます。ただそれでもなお慢性化しやすい場合もあります。うつ病で長期間続く場合の主な原因の例です。1つ目は薬が合っていない場合があります。2つ目は環境や生活習慣との問題の場合があります。3つ目は双極性障害の可能性、4つ目は背景の発達障害合併の可能性のことがあります。まずは薬が合っていない、合う薬で改善の場合もあります。ただすでに試している場合も少なくありません。薬が合ってない場合見ていきます。薬が合っていなくて効果が不十分というのは確かにあり得るところです。その場合に関しては合う薬をいろいろ試して見つけることで改善を見込める場合もあるところです。ただし現実的な話として、すでに十分さまざまな薬を試している場合も少なくないところです。薬を変える場合の例を見ていきます。まずは抗うつ薬に関しては、ある種類から他の種類の抗うつ薬に変える場合があり得るところです。そしてそれでも難しい場合は2種類の抗うつ薬を一緒に使うということもあります。その中でいろんな種類を試す場合があります。もう一つが補助薬アリプラゾールなどを併用するということを対策として使う場合があります。続いて環境や生活習慣との問題です。慢性的なストレスからうつ病も悪化するというところ、環境や生活習慣との問題、慢性的なストレスです。環境や生活習慣などの背景として慢性的にストレスがたまる場合、この場合はうつ病も発生もしやすいですし、長期化もしやすいところです。環境の外的な要素の場合もあれば、考えの癖や生活習慣など内的な要素の場合もあり得るところです。この場合時間がかかりますけれども、ストレスを減らす方向で環境の調整であったり、自分でのいろいろな取り組みを行って対策するところです。ポイントになるのがストレスマネジメントです。ストレスを管理する方法を磨いていくこと、そのためにさまざまな方法を学習したり身につけたりしていきます。ストレスの発散法というのは一番身近ですけれども、その他さまざまな角度のストレス対策を含むところです。いろいろな方法あります。すべての方法を一気にやることは現実的に困難です。効果的かつやりやすいところから徐々に取り組んでいくことが大事になります。まずはストレス発散法の改善です。ストレスを効率よく発散する方法を見つけて、ストレスの蓄積を防いでいくところです。さまざまな方法はありますけれども、合う方法は個人差が大きいです。試行錯誤しながら自分に合った方法を探していくことが大事です。特に仕事などがある場合に関しては、時間などの制約が非常に多いです。この制約がある中で効率的な反省法は何かを模索することが大事です。続いて環境調整です。仕事など環境からのストレスが大きいことが続く場合は、慢性的にストレスが続いてうつが慢性化のリスクになります。ストレスが大きい環境が明確であれば、転職など環境調整を積極的に検討していきます。一方、明確な環境のストレスがない場合でも、ストレスを減らすための細かい調整が有効になる場合があります。続いて考え方の調整です。自分を追い詰める考え方の癖がありますと、自分でストレスを作ることが続いてうつ病の慢性化につながります。自分の考えの癖を振り返って、何か自分を追い詰めない別の考え方がないかを探す習慣をつけるのが大事です。より積極的には自分で自分を励ましていくアファメーションを導入していくことも一つのやり方です。続いて対人関係の見直し。
ストレスを強く感じる対人関係が続く場合は、その見直しを行うことが重要です。より一般的な我慢しすぎる癖がある場合は、適切な自己主張、アサーションを身につける取り組みを行うことが時に有効です。そして自分が対人関係でどう感じるかを振り返りながら、無理がかからない対人関係の構築を模索していくことがあります。そして土台としての体調管理です。体調と精神面はしばしば連動します。慢性的な体調不良がうつの持続につながる場合もあります。対策としては日頃から体調面を整えていって、ストレスへの余力をつけていくことが大事になります。例えば運動を習慣するなどから体力面を充実させていって、疲労に対しての体制をつけていくこともまた大事です。そして生活リズムや生活習慣の改善です。生活習慣の乱れが慢性化しますと影響も慢性化します。その結果、うつ病も慢性化しやすくなるので対策が必要です。まずは多量の飲酒や過食など、リスクを上げるような生活習慣を減らしていくことも大事になります。そして、深呼吸やストレスなど、ストレスの対策を生活習慣に組み込むということも、長期的な対策に有効になります。続いて、双極性障害の可能性です。治療しても不調が続く場合、双極性障害の可能性があります。双極性障害の可能性を見ていきます。うつ病の治療をしても不調が続く場合、双極性障害の可能性を考えるところです。もし双極性障害と効く薬が違うということがあります。そして、うつ病に使う抗うつ薬がよく効かないという場合があります。そして、双極性障害の中には、うつ病と見分けがつきにくいタイプもありますので、可能性を考えることが大事です。双極性障害、双うつ病を振り返っていきます。これは、うつとその逆の双を周期的に繰り返す精神疾患です。うつ病とは違った脳の不調のメカニズムが言われています。その結果、抗うつ薬はしばしば逆効果になることがあって、気分安定薬という別の薬を代わりに使います。ここで大事なのが双極性障害2型と言われるものです。これは、軽装、軽い装とうつを繰り返すタイプの双状態が目立ちにくい双極性障害です。この状態だとトラブルや短期的な影響は目立ちにくいんですけれども、診断や治療が遅れて不調が慢性化しやすい、具体的にはうつが慢性化しやすい場合があります。しばしばうつ病と見分けがつきにくいことが指摘されます。いわゆる難治性のうつ病の一部に、実は双極性障害2型だったという場合があります。双極2型を考えるヒントです。まずはのは、抗うつ薬で装填、一時的に気分が高揚した記憶がある場合です。続いては、過去や経過中の軽装の存在というところ、特に1回に限らず周期的に起こっている場合は可能性が上がります。もう一つあるのは、双極性障害の家族歴。ご家族の中で双極性障害の方がいらっしゃる場合は可能性が上がるところです。双極2型の可能性が想定されたというところです。この場合はまず気分安定薬を併用の形で使って相性を見ていきます。もし効果が気分安定薬があった場合は、慎重に抗うつ薬を減らしていって、双極性障害の治療に移行していくことがあります。一方で、気分安定薬を足しても効果がない場合は、他の要素も含めて検討していきます。もし双極2型の可能性が低いと判断した場合は、気分安定薬は中止します。続いて、背景の発達障害合併の可能性です。生きづらさが続いて、うつ病慢性化の場合もあります。発達障害合併の可能性です。うつ病治療をしても不調が続く場合、背景に発達障害を合併している場合があります。うつ病治療自体は有効であっても、発達障害の生きづらさでの慢性的なストレスが続くことから、うつ病が慢性化してしまう場合があります。発達障害は幼少期での発見が増えてきていますけれども、成人後慢性的な不調から見つかる場合もあるところです。発達障害を振り返ります。これは ASD、自閉症スペクトラムと ADHD が代表的な生まれながらの脳機能の偏りです。幼少期に見つかることは多いですけれども、中には成人後見つかる場合もあります。基本的には薬でも寛解しない障害でして、うつ病との精神疾患の合併に注意が必要です。代表的な発達障害を2つ見ていきます。まずはのは ADHD、注意欠如多動症です。これは不注意、多動、衝動性が特徴的な発達障害です。ミスであったり忘れ物などが目立ちます。続いては ASD 自閉症スペクトラムです。社会性の障害やこだわりが特徴的な発達障害です。場を読まない言動などが目立つことが特徴的です。発達障害の二次障害です。発達障害では生きづらさが続くことから二次的な精神不調をよく合併して二次障害と呼ばれます。
うつ病や対人不安など内側に行く二次障害と、イライラ攻撃性など外側に行く二次障害があります。二次障害を合併したときは、元の発達障害の対策と二次障害の治療を並行することが必要でして、しばしば治療に難渋します。重ね抜き症候群という言い方があります。これは発達障害に他の精神疾患、うつ病などが重ね抜き合併した状態になります。ここでパーソナリティ障害なども重ね抜きしているところがあって、一個に限らず複数が重ね抜きすることもあり得るところです。そして重ね抜きをするほど対応は困難になります。そのため、発達障害の早期発見と早期対策でなるべく重ね抜きを防いでいくことは大事になります。発達障害合併の可能性を考える場面です。まずあるのは、幼少期から先ほどのような発達障害の特性、こだわりであったり不注意であったりがあった場合です。そして相手や集団との感覚のずれと不適応がどの場所でも繰り返される場合があります。もう一つが、努力してもうまくいかないことが続くという場合があります。発達障害の可能性を考えた場合です。まずはこれまでの病歴や生活と対人交流のパターンを振り返っていきまして、発達障害の可能性がどれくらいかを推定していきます。そしてもし可能性が高ければ、心理検査で客観的な視点も入れて診断につなげていきます。主観的な病歴や症状などと客観的な検査結果や観察結果を総合して診断につなげていきます。発達障害合併の診断になったらというところです。この場合は、うつ病と発達障害の双方の治療を行っていきます。そしてうつ病の標準治療を行いつつも、もし ADHD があれば ADHD 治療薬の併用も検討します。そして特性の理解と技術の獲得を徐々に行っていきまして、それだけでは難しい場合は、福祉活用も含めた環境調整も検討するところです。今回はご質問、うつ病が10年以上治らないを見てきました。ではまとめていきます。うつ病が長期間治らない場合、さまざまな原因が考えられますけれども、その代表的なものは次の4つになります。1つ目は薬が合っていない。2つ目は環境や生活習慣との問題。3つ目は双極性障害の可能性。4つ目は背景の発達障害合併の可能性になります。すぐには理由の判明や症状の改善には至らない場合も多いですけれども、できることを試行錯誤していきまして、できる範囲の改善を目指していくところです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録していただけると大変励みになります。